私は、まあ、コーディレクターということで、堤先生はじめ豊島さんと室内楽を演奏するにはとてもやっぱりシンフォニーホールですので、とてもサイズは大きいんですけれども、スケールの大きな音楽を目指していろんな曲を演奏していくと、室内楽であったり当時は室内オーケストラのようなそういったものもありましたし、そして毎回毎回日本のみならず海外から の素晴らしいアーティストの方々がゲスト出演していただいて、そしてみんなで音を紡いでいくという、それぞれにね、いろいろな思い出があるんですが、やはり、そのソロ室が始まってたところでいらしてくださいましたアイザック・スタン先生ですね。私にとりまして雲の上の存在といいますか、もう本当に大先生でしたので、先生の一挙手すべて の, その音楽作り呼吸ね、そういったものをすべてから非常に強い刺激を受けましたし、もうすごくもう興奮してリハーサルから本番まで過ごしたことを覚えてます、はい、今まで2回ほど出演させていただきましたけれども、彼らと一緒に室内楽を演奏させていただいたということで、本当に、とても難しい難曲をプログラミングしたり、ちょっと思い切ったプログラムなんかもさせていただいたんですけれども、こういった企画が行われるということで、非常に特に若手の皆様にはすごくこう目標となる素敵な音楽祭だと思いますし、そしてまた聴衆の皆様にも室内楽の面白さっていうのがこう近い距離でね、いろんなレパートリーが演奏されますので、そういった室内楽の表裏をこう見て楽しんでいただける素晴らしい機会だと思います。サントリーのようなホールではとにかく名演の生まれる場所だっていうふうに思うんですね。やはりその演奏家もそうです、聴衆の方々も非常にやはりこう三位一体と なりやすいホールというところでは、やはりいい音楽が生まれやすいということ、生まれる可能性が非常に高いと思いますので、そういった意味でそうですね、こう素晴らしい歴史を積み重ねていく場所だと、私にとりましても本当にサントリーホールは演奏させていただけるたびにすごく楽しみに、ましたそれを励みに、音楽活動を続けているのですけれども、サントリーホールにいらしてくださいますお客様にも足を運びくださいましたら、私もとても嬉しいと思います。